あ、いらっしゃい。あ、やってます。はい、やってます。こんばんは。こんばんは、こんばんは。どうですか。初めかな。扉、立て、あんまり、ゆらさんとって、ゆらさんとって、うん、ちょっとチャッチー、古いの、うん、チとか言うね、言うね、お店に。どうぞどうぞ。あ、そこどうぞ。あ、はい。あら、どうしたんですか、今日は。こんばんは。こんばんは。それ、私服。はい、今日これで、あ、東京からやってきました。東京から来た。はい、見られた。はい、あ、すごいね、普段から。ます。今日はどうしたんですか、お店に。今日はちょっと、僕、うん、猫飼ってて、あ、マースっていう。でしょうね、うん、この子。あら、その子か。はい、はいはい、この子の可愛さをもっと広めたいなと。え、でもファンの皆さんはもう十分知ってんじゃないですか。笑って。まだまだです。ほら、まだまだ、まだ全然マースの可愛さ知ってないんで。ほら、ちょっといいですか。はいはい。可愛さを、まあ、ちょうどね、まあ、夜もうすぐご飯だからさあ、さあ、はい、家に、まあ、ペットカメラあるじゃないですか。はい。ちょっとおやつやろうかなと思って。はい。え、まさか、まあ、せっかくこんなでかい画面あるんで、はい、ちょっとつなげていいですか。呼びます。ます、ます。あ、ちょっと。あれ、生マース？おやつあげました。おやつ本で飛んでいくのすごい雑やね。すごい勢いで飛んでびっくりしてたよ今。おい。マース、おいしい？おいしいか？もうすぐ食べ終わるんですよね。あ、いや。いただきます。最後の一つ、ね。これあれなんや、起動したらつくんや。あ、わかるんや、ほんで。そうなんですよ、もう。あー、あー、かわいい。めっちゃ目合う。マース、今、大阪城ホールに映ってるよ。え、こんな映像出すの初めてじゃないですか。初めてですね。おう。マース。おい。まだ来んのかって言ってるよ。かわいいな。どうですか。いや、まあまあまあ、確かにね、これだけ大きいモニターに自分の猫ちゃん映されたら嬉しいですね。多分芸能人で初めてじゃない。大阪城ホールね。家のカメラをつなげるっていう、うん、初めてですね。はい、いやよかったですね。でも皆さんに知っていただけたら嬉しいな。うん。あ、でもちょっとまだ画像もあるんですよ。写真もせっかくなんで。写真、はい、はい、いいですか、はい、写真お願いします。あら、近っ。これは僕が家でゆっくりしてる時ですね、うん、まあ右はマウスのドアップで、左がいつもこの状態でドラマとか映画とか見てます。定位置なんや。だから一緒にいる時のね、はい、膝の上でね。ああ、いいじゃないですか。じゃあ次の写真どうぞ。うん、こちらなんとマースのフォトブックのアザーカット初出しです。今日のレイバーズデーのために出しました。初出し写真。はい、まあ、こんな感じですね。モデル猫やな、もう完全に。かわいいっしょ。じゃあ次の写真お願いします。おい、写真集の表紙やないかい。ゴリゴリに宣伝する気まんまやないかい。こちら7月30日に幻冬舎さんから僕とマースの初のフォトブック、タイトルマースが発売されます。いつきの要素なくなってるやん、タイトルマース。お前すがすがしいぐらいの宣伝やないかい。いや、こんな機会ないじゃないですか。確かにな、がっつりやないかい。はい、みんな買ってね。ぜひみんな買ってね。お願いします。お願いします。これでも8000ね、8000。そうですね、これで8000枚。枚10版だ。1000冊10版だ。10版したらまたイベントも増えるかもしれないしね。マースの餌代に。こういうやつもあるんでね。おうおう、はい、しっかり宣伝して、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、ね、マースチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ月さん、そのままあちらの椅子に座っていただいて、引き続き楽しんでいってください。もっと可愛い動画あったのにな。